はい、皆さんこんばんは。ピアノ教室応援コーチ星野優子です。今日は皆さんたくさんのお祝いメッセージありがとうございました。嬉しかったです。ちょっとなかなかね、Wi-Fi がこうで確認するところ時がなくて、なかなかねこうするとまだ、全部お礼コメントが入ってないんですけども、でも本当にありがたく、この方からメッセージいただけた、この方だなと思いながら一つ一つ読んでおりますので、本当にありがとうございました。私はですね、今ですね、テカポコに来ております。今日はですね、何時間でしたかね、朝の8時にピックアップの、バンが来てですね、みんなで移動したんですよね。で、ところどころ、マウントクック300ですね、本当に今夏で暑いんですけど、岩肌雪があるようなね、そういったところを見たりとかで、着いたのが3時でしたかね、8時か3時まで。ニュージーランド、こう鉄道がまだあまりね充実してなくてですね、移動はやっぱりバスとか車とか、こういったピックアップのねツアーとかなんですよね。で、ニュージーランドって、こう2つの島に分かれていて、南島と北島ということでね、はじめこの下の方から今遊んでですね泊まって、だんだんこう今移動してるところなんですけど、で、だからホテルも結構ですね、何種類か、1、2、3、4つ、なんか3つか4つぐらい泊まり歩くんですけども、で、前回のクラウンホテル、クラウン、なんだっけ、クラウン、クライストチャーチじゃなくて、ダメだ、ちょっと今言葉出てこないんですけど、そこのホテルも素晴らしかったんですけど、テカポコの、このホテルはですね、下は、お友達のね、起業家の、女性起業家で、もう本当に大成功されてる、花島アノさんと、ずっとですね、ツアー中、ずっと同室で、ホテルも取ってもらったんですけど、もちろんお金はあれなんですけど、取ってもらって、同室で楽しくやってるんですけども、下はね、ツインベッドで、で、バスルームが、もう大きなバスルームがあって、で、階段があるんですよ。で、ほら、普通やっぱね、ツインでさ、バスルームがあったら、それで十分なんですけど、階段があるわけですよ。おおと思って上がっていったら、すごいんですよ、ここ。2階にですね、もう広い、こう、リビング。コンドミニアムだったんですよ。もうびっくり。大きなテレビもあるし、大きな机が2つあって、ソファーがあって、バルコニーもあってですね。で、カウンターテーブルがあって、キッチンあって、で、もう、これなんかちょっと料理したくなっちゃうよねとか言って、で、他の起業家さんもそんな感じで、2人とかね、1人でそういうお部屋に泊まってるから、もうみんなに LINE で、ちょっと料理したくなっちゃったよなんて言って、じゃあ買い出しに行きますかっていう感じで、夕食はですね、近くのスーパーにみんなで買いに行って、じゃあ1つのお部屋でね、もうほら、女性陣5人ぐらいいるから、じゃあみんな手分けして、お料理作って、ワインとか買ってやりましょうなんて言って、で、このスーパーに行くのが楽しいですよね、またね。ニュージーランドの現地のスーパーってどんなものが売ってるか。で、やっぱニュージーランドは農業国なので、すごくもうフルーツもいっぱい種類あるし、お野菜もいっぱい種類あるし、もちろんお肉は、もうビーフ、ポーク、チキン、ラム、ね。もっといろんなもの、鹿肉とかもいったりありますけど、あと、シーフードですよね。エビとか、そういったものもあるし、あとはチーズでしょ、もう本当にワインも美味しいし、ヨーグルトとかも美味しい。で、そんなのわーって買ってきて、ソーセージなんかもね、あったんですけど、で、フライパンで焼いて、本当にもう、食べきれないぐらい作っちゃって、みんなじゃもうお腹いっぱいだなんて言いながら、作ってですね、コンドミニアムは、やっぱりちょっといいななんて、思いましたね。で、やっぱほら、日本人って、
あのほら味にちょっとうるさいじゃないですか。だからやっぱりちょっと味がね、ね、お醤油とかほらないし、ちょっとあの味付け心配だったんですよね。で前にその前回ロンドンに行った時にね、ロンドンはそのフィッシュ&チップスがすごく美味しくって、でそのフィッシュ&チップのとこにソースがつくんですよ、あの美味しかったところは。でそれが多分ねバーベキューソースだと思うんだけど、すごい美味しくて、あれみたいな感じ、ちょっとマクドナルドのバーベキューソースあるじゃん。私あんまり最近マクドナルド行かないですけど、あのソースみたいな感じで、バーベキューソースね。でそれが売ってたんですよ、ニュージーランドのスーパーマーケットに。あ、これきっと美味しいよなんて言って、であのほらニュージーランドってすごいね、イギリスとこう関係性があるから、これ大丈夫大丈夫って言って、でそのバーベキューソース買ってきて、おソース、あのソーセージとかね、お肉とかにかけたら、あのかなりいけてですね、あのみんなお腹いっぱいになりながらも美味しいって食べてくれて、まあ、楽しくですね、夕食はあの盛り上がっていました。でデカポコにここに来た一番の理由は、ここはですねとにかく星空の綺麗な街で、あの有名でね、みんなあの綺麗な星空見たいよねなんていうことで、あのまあそれもツアーをお願いしてたんですけども、ニュージーランドはですね本当9時ぐらいまですぐまで明るいんですよ、この時期。あの全然暗くならないんですよ。でみんないつななのいつ暗くなるかねみたいな感じで、で、まあ、9時ぐらいに集合して、まあ、徐々に徐々に日が落ちてきて、で、まあ、ツアーで、デカポコはね本当にもうちっちゃな町で400人ぐらいの、ね、あの町なんですけど、まあ、一番上のところに天文観測所がこうちゃんとしたのがあって、結構すごいみたいですよ。シカゴ大学とか日本とかいろんなあのチームがあの観測台で星の研究してるんだしんですよ、まあ、それぐらい研究、そういった研究施設が入るぐらいやっぱり星が綺麗な場所なんですよね。やっぱ聞くとあの乾燥、割と乾燥、1年を通してねあまりこう雨が降らないみたいなので、そうすると星が空気の中にその湿気があると、やっぱりその夏の水の粒子がこうあってこう星が見づらくなるんだけど、乾燥すれば乾燥してるほどスカーンって見えるんじゃないの、なんかそんな感じで星が綺麗な場所なんですって。でまああの日本ツアーに入ったんですよ。だからもうバッチリあの星空のね説明もしてもらえたんだけど、なんとですねその400人の町に日本人がなんとですね1割もいらっしゃるそうなんですよ。40人もいらっしゃるんだって。でほとんどはこういった観光やガイドさんだったり、まあ、日本人のお店もあるからそういったところのスタッフさんだったりっていうことでですね、すごく日本人行きやすい観光スポットですよ。